こんにちは、速稼塾の久保です。今回も西アークラソンの山根さんからですね、とっても心温まると言いますか、非常にね、感動する、動画メッセージが届きました。それはですね、お手製の車椅子用のスロープ、こういったバリアフリーをね、作っているところなんですけども、いや、実は私もね、訪問販売の営業した時期が5年ほどありまして、そういうのね、結構作ったことあるんですよ。手すりを取ったりとかですね、手すりをこうつけてみたりとか、あとこうスロープでね、車椅子が上がれるようにとかね、割とね、そういうことで、やっていると、これを使う人はどんな気持ちなのかな、どんな身長でどんな体格で、どういうふうに振動がかかったら負担なのかなっていうふうに、やっぱりね、商品やサービスを提供する、作っていくってことは、それを使う人を知るってことにもつながるんですよね。ですんで、無数の対話をしながら、こうね、ノコギリとかね、ネジを打ったような覚えがあります。多分ね、山根さんもそんな気持ちで作ったんでしょうね。ぜひね、この動画説明欄から動画を見ていただきたいなと思うんですけども、プラスアルファですね、この素晴らしい動画、多くの人に見ていただきたいなと思います。そして山根さんの動画を見ているファンの方のためにも、一つ厳しいことをね、見なければなりません。それはですね、この YouTube のアカウントをずっと維持してもらいたいなと思うことなんですよ。もちろん山根さんも維持したいと思ってると思います。ただ、YouTube の利用規約はこれからますます厳しくなることが予想されます。芸能人、有名人、その他、起業家の方とかね、著名人の方とか、政治家の方もどんどん入ってくることが予想されます。そうすると、YouTube 全体のこれ、ね、レベルがどんどん上がっていくんですよね。で、YouTube の運営っていうのは言うまでもなく、私たちの作った動画に広告がつくことによって YouTube が恩恵を受けているって形になります。ですんで、アクセスの一定レベルないと、なかなか YouTube にね、私たちの YouTube を使っている利用代を負担してもらうことができないんですよ。 YouTube が誰かのアカウントを発行すると、そのアカウントを維持するのにお金がかかっちゃうわけですよね。ですんで、私たちは YouTube に貢献する意味でも、やっぱりね、こうアクセスの高い動画を作っていくか、もしくはたくさんの動画を作ってですね、 YouTube に貢献していくっていう道がいるんではないかなと思います。で、今回私がね、お話しするのは2020年、 YouTube の利用規約が変更されるんではないかなと思ってるんですよ。もちろんそういう情報が入ったわけではなくて、あくまでも私のこれ勘ですよね。で、どのように YouTube の利用規約が変更されるかと言いますと、例えばですね、3ヶ月間アカウントの更新がない、もしくはログインがない、アカウントにつきましては、停止とかね、アカウント剥奪とか、そういうことになるかもしれませんし、アカウントを作るのにもしかしたら動画がいくつかいるのかもしれません。ツイッターって最初フォロワーを20人ぐらい取らないとアカウント開設できないと思うんですけども、そんな感じで YouTube も最初からね、アカウント作るときに動画を何本かあらかじめアップロードしてくださいよみたいになるかもしれませんね。それから総再生時間が今現行で4000時間ですけども、1万時間にアップするかもしれませんし、収益化に対してはチャンネル登録者数1000人以上にならないと広告がつかないということになりますけども、これがですね、2000人から2500人ぐらいにはなっていくんではないかなと思います。で、私がチャンネル登録1万人ぐらいですけども、これからですね、チャンネル登録10万人以下の方っていうのはもう軒並みですね、登らなくなるんではないかなと思うんですよ。要するに動画を作っても人に見られなくなると思います。ですので、私たちは動画を撮ったらそれをもうあらかじめ見る予定のある人に直接 URL 送信するっていう形になるのかなと思ってる、しまいますけどもね。はい、ではね、話が長くなりましたけども、西アークラソンの山根さんの動画をご覧ください。どうぞ。